皆さんこんにちは、たかちです。動画を見ていただいてありがとうございます。後ろに本格的に始めましたので、そちらのメダカを、前回紹介させていただきました。そのメダカはカレンというんですけれども、気になる方は前回の動画をご覧ください。で、もうワンペア後ろのビオトープに入れようかと思って購入したメダカがいるんですけれども、それがこちら。国宝のヒレナガでございます。オスメスペアなんですけれども、ありますでしょうか。こちらがですね、国宝という種類のヒレナガなんですけども、横身がですねとっても素晴らしいので、そちらをちょっとぜひ皆さんに見ていただきたいなと思っています。で、もともとビオトープに入れようかなと思ったんですけれども、あまりにも横身が私の好みだったので、急遽水槽の方にお迎えしようかと思っております。なぜかって言いますと、この黒い体に透明輪というんですかね、ほっぺが赤くなっていてとっても可愛らしいのでそちらをぜひ見ていただきたいです。なんといってもヒレ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 とってもヒレがもう綺麗で、ヒラ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 っていう優雅さを持っております。黒い体にしては少しこう透けて、オロチほどの真っ黒さははっきり言って全然ないんですけども、またその透けた黒さ、すごくなんていうんですかね、清純派とってもなんかこう清らかさを感じるメダカなので、そちらを本当にぜひ見ていただきたいです。それではどうぞ。はい、ではいつものように袋を開封していきたいと思います。本来だったらこの後ですね、水合わせを行って、どこかの水槽もしくは発泡トープに入れようという流れなんですけども、この子は急遽横身をしようということで、新しい水槽をこれから立ち上げていきます。それでは行きましょう。誰でも簡単30キューブ水槽30分クッキング始まるよ。はい、ここはあくまでもおまけなので、パッパッパッと進んでいこうと思います。後ろにフィルムを貼って、底面フィルターを使用しております。使用する土は焼き赤玉土です。量としては大体2、3キロほどだったと思います。そしたらプチプチを引いて飼育水を入れていきます。私の場合は別の水槽から少しずつ飼育水をもらって入れております。本当に新品の水から始める方はバクテリアの種なんかを入れるといいかもしれません。最後に水草を植えて完成です。はい、それでは点滴法で、1、2時間ほど水合わせを行っていきたいと思います。はい、こちらが横から見た状態なんですけど、見てください、この黄色のヒレ、とっても綺麗ですよね。最初に袋に入っている状態で見た時は朱色に見えてたんですけど、よくよく見るとこの発色のいい黄色、とっても綺麗です。そしてわかりますかね、ほっぺんとこが赤くなっていてとっても可愛いんですよね。なんかこう照れてるみたいな感じで。そしてなんといっても冒頭でお伝えした通り、この透けた黒さ、透けてるのに黒い灰色じゃない感じ、とっても綺麗で美しいですよね。はい、では水合わせも終わったので、これから水槽に入れたいと思います。この2匹のためだけに用意した水槽なので、とっても贅沢ですねはい、これで無事に2匹ともこの水槽に合流できました。はい、こちらしばらくして水槽の様子なんですけれども、わかりますかね、こうメダカがお互いにこうくる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 回ったり、こう寄り添って泳いだりしてますよね。なんか私的に何か調べたわけではないんですけど、こういう泳ぎ方をしている場合、相思相愛、まあ見てわかるんですけどね相思相愛なので、多分卵を産むだろうなってこの時に確信しました。で、やっぱり翌日ちゃんと卵を産んでくれました。
ここまで相思相愛だとやっぱり他のメダカをこの空間にちょっと入れたくなくなっちゃいますね。難しいところです。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。